横浜市で開業しております、戸塚駅前内藤歯科院長の内藤です。今回は、歯がぐらぐらしてしまってお困りの患者様へ、死が固定をしたお話をしていこうと思います。こちらが、死が固定が終わった患者様のお口の中になります。先ほどまでぐらぐらしていた歯が一切動かなくなりました。ここまで、時間的に約15分から20分、 歯を削ったりとか痛いような治療は一切ありません。接着剤とファイバーリボンを使って歯の表面をつないでいき、動揺している歯を両隣の動揺がない歯に固定する方法ですので、多少歯の表面、表面のところに1ミリ程度の厚みは出ますが、裏側にはほとんど接着剤は出しませんでしたので、ベロで触った感覚は今まで通りのはずです。 ということは発音障害とか異物感はないと思われます。この方はもともと左上一番一本だけが前に出ているような歯並びで、ご本人様としてはその歯並び自体は一切気にしていなかったのですが、その歯並びが災いして、点灯の際に一本だけ破折してしまったという経緯になります。他の院で隣の歯に 接着剤だけで固定したもののすぐに取れてしまうということで当院を受診されました。同様の具合はこの程度ですが、もっと力を加えると多分歯が折れてしまうだろうと思われましたのでそれ以上はやりませんでした。歯は一度折れたら骨と違って二度とくっつくことはないんです。患者様もそのことは重々わかってらっしゃいました。いずれ抜かなくてはいけない。それもよくわかっていらっしゃいました。その上でもう少し取っとけないか。 ということで、遠ンを受診されたという経緯があります。この方、高温だったことが2つあります。1つ目は、炎症がほとんどなかったことです。炎症があると、痛みが出てしまう場合があるということと、歯の周りの骨が溶けてしまって、あまり粘りすぎると、隣の歯まで抜く羽目になってしまうことがありますので、抜いた方がいいよというふうになることがあります。2つ目は、右隣の歯も、左隣の歯も、 天然の歯で揺れが全くなかったということです。このシガ固定に使う接着剤は天然の歯でないと効果が小さくなってしまうので、この点も幸運でした。さあ、そうしましたら、シガ固定、どのようにやるか見ていきましょう。まずはポリッシングと言いまして、歯の表面の清掃になります。痛みは一切ありませんので安心してくださいね。その後、接着剤がくっつきやすいように、 下処理剤をつけていきます乾燥させると接着剤がつきやすい環境が整ったということになりますその後ファイバーリボンの長さを調整していきますファイバーリボンを刃の形に合わせて適切な長さにカットしていきますシガ固定は痛みは全くないんですがお口の中を乾燥状態に置かなくてはいけないので ま、そこがちょっと辛いといえば辛いかもしれないですね。歯に接着剤を塗っていきます。とても強力な接着剤なんですが、接着剤だけではあまり長持ちしなかった経緯がありますので、接着剤プラスファイバーリボンを付けていくということになります。ファイバーリボンは繊維になりますので、少しでも毛羽立ってしまうと、後でお口の中を傷つけますから、慎重に圧接していきます。 たたなないいよよううにに押押ささええてえてなるべく薄くくく薄っつくようにいたします接着剤の厚みが場所によってバラバラになってしまうと後で研磨してもなかなかガタガタの違和感というのは消えないんですねですから勝負はこの貼り付けている最中なんですが丁寧にやればやるほど時間がかかりますので患者様にとってはちょっと辛いかなというふうに申し訳なく思っています接着剤が固まるまで このファイバーリボンを押さえているこの針を持つ手なんですけどもこれも熟練のアシスタントが必要なんですね私以外にあと2人熟練のアシスタントと一緒にやっていますシガ固定の最中にファイバーリボンを浮かして固めてしまった場合もう取るに取れなくなってしまいますので本当に一発勝負だと思ってやっておりますファイバーリボンの隙間に 液体状の接着剤をなじませる。原理はただこれだけなんですが、それを薄く均一にやるという主義が非常に難しい。それが死が固定になります。適切な力と角度で押さえてくれる熟練のスタッフが絶対にないとできない主義になります。これでファイバーリボンはむね刃の形に沿わせたとなります。あとは、 浮いているところとかくっついてないところをもう少し接着剤で埋めていきます厚くすれば強度は出ますが異物感も強くなりますしそこに食べ物が当たるわけですから取りやすくなるということもあるわけですねですからなるべく薄く薄くつけていくということが大事になります、えー、ここまで時間約15分くらいかかりますが途中で咳き込まれたりとかうがいをされてしまうとなかなかうまくいかないですね ですからアシスタントの協力以外に患者様の協力も必要ということになります。これで大体手技は終わりました。固まるまでこのまま7、8分待っていただきます。接着剤が硬化しましたので一回うがいを挟んで、さあ研磨の開始になります。筆で塗っていく以上厚みには差が出ますし、多少のバリも出ます。そうしたものを研磨のバーで削っていきます。 髪の毛一本入っても違和感のあるお口の中、バリが少しでもあったら非常に深いということになりますよね。その後は研磨のヤスリの目をどんどん細かくしてもっともっとツルツルに快適になるようにしていきます。たまに患者様から歯を削ってる最中にこの水が出るのを止められないかと、溺れてしまうんじゃないかと。 苦しいじゃないかっていう、えー、そういう、まあ、要望がある場合があるんですけども、これなぜお水を出してるかっていうと、高速で器具が回転する以上、摩擦熱が発生してしまうんですね。その冷却のためにどうしてもお水は必要なんです。でそれを全部あのバキュームで吸えればいいんですけども、まあ、何割かはお口の中に落ちますので、まあ、溺れないようにね、バキュームを、えー、2つでこういうふうに吸いながらやっていくということになりますが、 喉の奥にお水が溜まる患者様にとってはちょっと苦しいかもしれないですよね。ファイバーリボンを使ったシガ固定を希望されて来院される患者様に、まずあの、すべての歯が天然の歯でないとこれ成立しないんです。例えばセラミックスの歯が一本で回ると接着剤が効かないのでシガ固定できないんですね。または当たる歯の噛み合わせの強い方は、どうしても当たる歯の方を多少削らないといけない場合も、 ありま,すまた他にできない症例というのは揺れてる歯の歯ぐきが腫れてしまっている場合はもう固定しない方がいいと思います固定すると余計に痛くなってしまう場合がありますので腫れてる場合にはあまりおすすめはできないですね適用となる歯は上でも下でもいいのですが前歯に限ります、まあ、もしかすると4番ぐらいまでは止めれるかもしれませんがそれ以上奥になってきますと力が加わるので 長持ちが期待できないということになります。今回はぶつけて揺れてしまった歯の症例ですが、歯周病なんかでも使えます。歯周病で2本、3本、4本揺れてる歯、この歯が固定で止めていくと、なかなか動かなくなったりします。指で触って、ざらつきがないことを確認して、患者様にも確かめていただく。さあ、これで大体完成です。舌も当たらないから、なかなか取れないと思います。 指で揺らしてもなかなか取れないほど強固に固定されました。安定すれば3年でも5年でも持ちます。そして多少取れてしまってもまた接着剤で貼り付けることもできます。歯を一切傷つけませんので適用症例の方でしたら積極的におすすめをしております。今回は裏側には接着剤ほとんど使いませんでしたのでベロで触って異物感もないと思われます。もちろん発音障害も出ないと思います。 抜いて入れ歯にするということよりも満足度の高い治療になったのではないかというふうに思います大丈夫と患者さんも言っておりますこの方はあまり笑っても歯が見えない方でしたのでファイバーリボンもそんなに見えないんじゃないかなと思います以上がファイバーリボンを使った歯が固定になりますご清聴ありがとうございましたまた歯を残すための 他の治療法も様々ございます。よろしければ内藤歯科のホームページにも遊びにいらっしゃってください。